今日は新しいところに行こうかなと思ってるんですけど、その前にまず、クリアしないといけないスタンプがあるんで、まあ、新しい場所に向かいつつ、まあコミュニティのこのスタンプを今日は見つけていこうかな。7個クリアしてまた新しい地域に行こうかなと思う。ちょっと風邪気味なんで声がバグってるんですけど、よし、新しいとこ行くか。新しいとこに来たけど、特に何かいるわけでもないと。これは、これ何、これ何、え、幽霊いんねんけど、ええ、どうしたらいいん、これ、これ誰、これ幽霊。でもこの人も何も起こらへん。あれ、ここにいるのに。こんにちは、おしゃれ。リサ取ったことある。なんか音鳴ってるけど、ね、あれ？なんかあるな。あ、あったあったあった。音鳴ってる。いや、お前じゃないお前じゃない。はい。これ取ったとこなの。なんか出てきた。なんか出てきたな。キノコやな。マリオ、マリオかな？マリオが出てきた。何ができた、まあ、できたんやけど、これここも気になるやん。これ何、保存するけど、これの特になんかできるわけじゃないか。でも何もこの中にもなかった。これ幽霊は何なの、お前誰こいつがあれなんかな。まあ今出てきたところはここなんで、はい、タトムシ。ちょっと待って、タト、まさか、タト。タトいるね。第1回目のタトの、タト、新しいタトムシっていうのが出てくる。あ、プレゼント。カウボーイハット。装着しますか。ハウディー。装着しとこう。なんか、取っといて、何かに使えるかもね。キノコ？でもなんかあったような気もすんねんけど。でモンスターやしな、スカウト。しましま、あ、しましまキノコちゃん、これまさか。あ、いるね。おっと、ここは？登って。あー、なるほど。全体。写真。撮れと。でもなんかこれも仕掛けあるんやろな、これ。ここにあるんだけど。いや。しようか。やった、そこの、カリウド狩猟塔に登って、仲間を探してみて。仲間を、ああそういう意味で、ここで探したら誰かがかくれんぼいるね。あ、違う違う、どうやって見つけたの。かくれんぼが得意なのね。いや一瞬やって、何体いるんやろ。はい、いやもう隠れてないやん。ああ見つかっちゃった。いや隠れてないんよ、それは全然隠れてないから。でもお前も隠れてない、泣いてるだけ。動かずに立ってたのにな。だから、うん、もう影分身を、影分身ちゃう、忍者か何か。よく見つけたね。あと何体、お前はあんたは違うですよね。近場、取ってないところは。あ、いるね。あ、これやうまいわ。これやうまい。猿みたいに隠れてる。これやうまい。うまく隠れてたのに、これやうまかったです。あの古いカメラさえなければ見つから、確かに。ズームできんかったら見えんかった。あんなにズームできるんだもん。いいでしょう、カメラ。みんな見つかったよ。君は隠れんぼの達人だ。いや、それだけでくれんの？じゃあまあまあ、ここで。今5個目。よし、あと2つや。いや、いやいや。ってことで、下に降りよう。下に降りれるかは分からん。お前たちのせいでおかしくなりそうだ。もう出ていく。なんか怒ってるな。ロボットみたいな人出てきた。
そこの君、これをあげよう。あ、なんかくれる。めっちゃいい人。幽霊サングラス、不気味だけどかっこいい。幽霊と、あ、じゃあさっきの幽霊と話せるようになるってこと。装備して、あ、そのサングラスをかければ幽霊が見えるよ。でも気をつけて、あいつらはしつこい。あ、それで怒ってたってことなのかな。サングラス自体はめっちゃかっこいいんだけどね。サングラス、サングラス似合ってる。あー、似合っいるね。うん、いる、見えたわ。はい、もしもし。馬の動物、あの幽霊ですか。俺の生前の姿を突き止めてくれないか。いや、馬じゃないんですか。ヒヒヒって言ってるから。自分で覚えてないんだけど、美しい動物だって聞いたんだ。メスバか何か。いや、え、もう答え出てるやん。え、嘘やん。というか、どこかにメスバが、あ、まあ、馬の写真を撮ってきたらいいかな。とりあえず。この裏には特に何も。うん、頭冷やした方がいいと思う。よしよしよし、かわいいな。かわいいねー。パサリ。セロ。変わった名前ですね。まあ、この中に入ったらいいんかな。うわ、幽霊めちゃくちゃいる。特になんか取れるっていうわけでもない。うわー、お前がびっくりするんかい。なんかタモリさんみたいに眼鏡かけられてる。どうしたんだ。もう人生でやることは全てやった。ああ、やったのに、まあ除霊、天国に逃げてるんだ。そうそう、俺たち幽霊が成仏してもいい。あ、そうそう、成仏しないってことを言いたかった。俺たち幽霊は人知れずたくさんの手伝いをしてきたんだ。今度は俺たちが助けられる番だろう。幽霊のお手伝い。幽霊、何もしなくて幽霊を助け、何もしなくていい。上登ろう。寝れる？うん。うん、何も見えないね。とりあえず行こう。こうやること多いな。こいつタトじゃんけ、タト。タトじゃないのか。やっぱり空飛ぶタト。タトどこにでもいるやん。うわぁ、かっこいいサングラスね。コップの中の下、コップの中の靴下ってゲームをした。あー、まさかこれ靴下のおじいさん困ったやつか。靴下1個なくなったみたいな、あれか。レッツシャッフル。はい、右あります。はい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 、右ね。左、はい、一番左です。これですね。はい、簡単、正解。濡れない靴下、いつまでも、びしょ濡れの靴下。まだ乾いてない。こいつがずっと持ってたってこと。靴下がなくなっちゃったからどうしようかな。そうだ、次はもっと難しい。また遊びになったら戻ってきてるの。コップの名人。ああ、もう一回やったらまさかあスタンプもらえる。この中の石の上にもケース。レッツシャッフー。あー、手抜きなかった。ごめん、見てなかった。ちょっと見てなかったから、一番最初まず見てなかった。失敗した。けどまあ、なんとなく右な。違う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 。はい、まあ、右、左、真ん中。真ん中ですよ、左。はい、右。左、右、真ん中入った。真ん中です。やった、石ゲット。これ何の石なんやろ。隕石。でもこれならどうかしら。右、よし。これで分かるなんて信じられないわ。頭よ、結構集中して見たから。結構目つぶったりしてね、見てなかった時が多かったんで。あなたは真の名人ね。あー、それでそれをやりたかったからこのように残ってたってこと。まあ、じゃあ6個目ってことで、とりあえず靴下届けに行きますか。こいつの、この人は何やったっけ。何の写真やったっけ。
あ、この場所は兵隊か。兵隊なんかでもいたっけ。兵隊は見てないな、でも。あ、そうそう、おじいさんに靴下ありました。それは僕のお気に入りの靴下だ。まさか本当に見つけてくれるとは。いやいや、苦労したんすよ、ほんまに。幽霊にね、めちゃくちゃ隠されて。ちょっと待って、両足分、違うってこと。なくしたのは片方だから、もう片方は君にあげるよ。いらねー、片方だけ持ってても意味ねー。美食で、濡れた服、古い靴下、ちょっと臭まあまあ湿ってるからね。装備しようか。これでみんなハッピーだね。僕は全然ハッピーじゃない。全然臭いやつをもらっただけって。はい、7個。でもどうなんやろな。どういうことただの靴下。実績達成。なんか光ってるの、キラキラキラーってのあんなんやろ。何やったっけ、こっちは。しましまのキノコはどこだろう。あれなんかこれ出てきた。何これ。これがなんか怪しいやつみたいな感じ。そういうんじゃなくて。それだけ。蜂の巣。あ、でもこれ、あれ、でもしましまのキノコあったよな、さっき。でも一応、取っとこか。こっちも行く場所あるから行ってみよう。なんかヒップホップ流れてる。音がなんか、あれ、あれ、今日の君のイケイケ度をチェックしよう。君のイケイケ度はいい感じ。参加を許可する。あ、まさかこれなんか通れへんかったパターンか。あざっす。と今行きますわ。すごい状態。かわいいけどね。あれ、パパラッチになろう。なんかクリアした。何のやつクリアしたの。何のやつクリアした。ベストショットを狙うぞ、 DJ。 みんな聞こえないよ。声出すしろ、お母さんは内緒やな。特になんもない。ちょっといい感じ取れない。めちゃくちゃクラブみたいな感じだな、この世界。でもなんかあるわけでもないと。手に行こうか、とりあえず写真は。なんか怪しいものを見つけたらみたいな言ってたから、そいつかな。なんか新しい生き物みたいな言ってたから。ここでしたね、確か怪しい人を。おい、かっこいいモンスター。そう、モンスター。これ森の奥に深く隠れて、周りのものに怯えてる。こいつは茂みだ。よし、すごい発見だ。もっとモンスターがいて、まだいる。そんなにおったおったか、そんなに。どうなんやろ。あ、こいついた。指名手配犯やん。土管から出てきた。これはいるね。もうズームできひんから。ねえ。こいつや。よし、降りて。でも、とりあえず、メス馬を見せてに行こう。一旦。多分、メス馬。ここはあったかな。俺が何だか分かったか。多分これ。靴下のじいさんからもらったやつ。これじゃないの。馬なんかおった。これか。ごめんなさい、もう知ったかぶりはしません。
この辺に綿玉があるはずなんだ。綿玉、あ、意外な発展。綿玉ってなんだ。あ、これか。オッケーオッケーオッケー。これを見せに行くわ。うわ、またもうせっかく新しいとこ行こうと思ったのに。しましまの、そうそう、しましまきのこ、これがきついてるな、とても美味しくてしましまで、いや何も語られてないやん、一瞬過ぎで、あとはその違う地域に僕は行くんだけど、あなたにわたたま、あ、わお、わたたま見つけたのね。甘くて美味しいけど食べ過ぎ、食べれんのこれ、わたげみたいな感じじゃなくて、経験済みだから分かるの。とにかくこの写真はよく撮れてるよ。今のではリストが完成したよ。手伝ってくれどうもありがとう。これで君も正式なフィアール・ビ・ビョーナルーナ、ビョーナルーナの一員だよ。お疲れ様でした。ファイヤー・ビョーナルーナのキャップ、ファイヤー・ビョーナルーナの公式キャップ、本物のスカートだけがチェックを許されている。まあ一回かまそうが。やったー。まあ他のモンスターは分からんかったし、まあ他のね、ほどチャレンジとかもいろいろあったりするんやけども、まあ一旦このステージはいろいろ探したけどなんか見当たらなかったから、まあ一旦違うエリアに今日は行って、まあちょっと探索して終わろうかな。おっちゃん、あ、この人か。お、お見事。必要なスタンプ集めたらバスに乗れるよ。新しいカードあげよう。あ、ありがとう。無料バス、はい、カードにスタンプを押そう。あ、マジだ。証人として古いカードにスタンプを押したよ。これがあれば無料でバスに乗って次の地域まで行ける。オッケー、じゃあ次のステージに行きますか。バスを待ちます。目的地はどこ。家から来て森の住民、まあ一旦次ここはスタンハム。夏を楽しみたい人が集まる場所、目的地スタンハム。それでは良い旅を。いや、いいっすね、カメラを持って旅するの。で、違うエリア、次どんなところやろ。お、次は水のエリア、スタンハム。いや、スタンハムよ、と同じシャツばっか。向こうの人はみんな同じ顔。ここは夏楽しみたい人が集まる場所だよ。見応えものあるものがたくさんあるんだ。探検しに行ってスタンプが集まったら、おのぶりスタンプが8個積む。あ、1個増えてる。あ、いるやん、いきなり発見した。いきなり不審者行ったね。ってことはここでも不審者があるってことなんだ。でもこの下から降りれへんよ。あ、こちらは私、内側がとっても輝いてるの。合図してくれたらジャンプするわ。魔法にかかったような気分よ。合図とは。あ、困ってる人発見。大丈夫おじちゃん。ああ、わしはこの目で見たんじゃ。とてつもなく大きな魚だった。王冠をかぶってたよ。魚の王様じゃ。わしは海岸でいつものように鼻歌を歌っていたんだ。そしたら突然。あ、そんなことある？魚の王様。巨大な魚の王様。そう、怯えてる。取ったら回復をされるってこと。不思議な先生がこの地域に。あー、誰かに水浴びを乗せよう。どこかの誰かに水をビックリすると水の中に。最低なミッションあるな、それ。カモメかい。タトかと思ったカモメかい。もうこれってことやな、多分大きい魚の。近くに立ってるってことは。どこから取れる。どういう状態。あ、カモメにあれか、いじめられたりか。わあ、こいつら追っ払って。あ、これ向こうに行ける感じなんだ、多分。ぽいよね。向こうに行くためにはこいつを、追っ払わないといけない。まあ、
何かいるんやろ。気になってたのこの下なんですよね。そうそうそう、この人なんよ。あ、ふっ、取ったからいいか。あ、いるね。待って、タトやん、これ絶対。これ確実タトやな。海に寝てるタトじゃない、これ。泳ぐタト、かい。寝てる、寝てるでしょ、これ。このタト。どういうこと？この家入って、入るか。あ、フォトチャレンジクラブっぽい。あなたがチャレンジを撮った写真は全て保存させてもらうよ。あーでも1個目逃してるね、やっぱり兵隊みたいなやつ。まだ達成したチャレンジがいくつかあるみたい。あなたならきっと全部達成できるよ。だからステージが4つあって、まあ、さっきのステージのことでは 4つ中3つ達成したけど、あと1つが達成できない。どこなんやろ。あなたも困ってるんですね。あなたも写真撮るのが好きみたいだね。それなら写真の撮影の腕をレベルアップしてみようよ。これでね、フレームとフィルター、写真にフレームとフィルターを追加できる。カメラでフレームとフィルターが使えるようになったよ。これでもっとクリエイティブな写真が撮れるね。早速試してくれ。フレームかフィルターのついた写真を見せてね。ジャングル、ビーチ、横ボーダー、ジャングル。あーなるほどね。衝撃スピードので、フィルター、あ、歪んだりコントラストがね、強めに白く新聞とか絵画チックにね。オッケー、これでもうこれ見せたらいいってこと？これでいい？え？何がおもろいね。素晴らしい写真だね。めっちゃ笑ってる。めちゃめちゃ笑ってくれてる。フレームとフィルターがあれば何でも面白くなる。見た目もいいしね。それだけでくれんの？スタンプありがとう。16個もあるんや。楽しんで。楽しむか。まあ一旦今日はここでいい、こんな感じでいいかな。まあ結構新しいステージにも来て、あれステージにも来たからね。でまああと8個かな。まあ1個クリアしたからあと7個でクリアしたらいいかな。次はそれをクリアしてやっていく感じにするか。